皆さんこんにちは、キリアです。 A 列車で行こうエクスプレスプラス、続きをプレイしていきたいと思います。さあ、こちら前回この富士見線の駅を終点まで作りました。それでは今回はこちらの富士見線のダイヤを組んでいくことにしましょう。で、今走っているこの11番から17番までの列車はとりあえず外してしまいましょうか。こちらがキハ58系ですね。これをすべて撤去していきましょう。これをすべて撤去して、そしてこちらの新しく前回買った4万系を、まずはこちら富士見線の駅それぞれに配置していきましょうか。現在時刻が朝の5時半、午前5時半となっていて始発の前なので、とりあえずすべての駅に、車庫入れはまた後でやるとして、すべての駅に電車を置いていこうと思ったんですが、なんでここ置けないんだ工業団地前駅に置けないぞ。ポイントとかが近いから置けない。あ、でもそれだったら、この駅の中に置けないのは変ですよね。なぜだ。まあ、いいか、隣に置くか。こっち置いて、で、ここの終点はとりあえずは向こうの隣町に行くのはちょっと考えずに、まず単純な、この富士見線の中だけを走るダイヤを考えていきましょうか。こっち側は置けるか。なんでこれ一番端っこのところは置けなかったんだ。そして最後こちらの東平駅下りの方に置いて、これ全部置き終わりましたね。あと一応こちら色もつけておきましょう。この緑色のこれは最初は北野線の方につけていましたが、北野線があの中央線と乗り入れするようになって同じ色になったので、これは富士見線の色で使っていきましょうか。よし。さあ、これで、まずは向こうの北野台とかに行くのも、考えずに、富士見線のみで走らせてみましょうか。なので、ここは折り返しですね。そして、ダイヤも、すべて6時から6時10分で22時、終電22時の間で、ちょっと走らせてみましょう。そして、この工業団地駅は、今までここで折り返していたんですが、これも直進にして、そしてこの車庫入れとかもとりあえずは考えずに、まずは本当に単純に走らせてみましょうか。よし、これで OK か。よし、そしたらこれで時間進めてみましょうか。こちらも今明るい映像になっていますが、時間は午前6時を今回ったところ、早朝の時間帯ですね。で、ここで走っているのはすべて各駅停車で、すべての駅、今なんかちょっと近っ、何が起こった。なんかここがすごい間が詰まっているけど、大丈夫か、それ以外は。待って。なんでここで正面衝突している。こっちもか、なぜだ。ここ、最後の終点のところ、ここ入ってきた列車はこのまま行って、ここで曲がって、この引き上げ線に入って、そしてこっちに曲がっていくという設定だったはずですが、これってもしかして、あ、足りてない。引き上げ線の長さが足りてないか。そうか、それでこっちまで、上まで行って、ここで折り返してこっちに入っていく予定だったんですが、引き上げ線の長さが足りなかったから、ここで分岐できずに、ここまままっすぐ戻っちゃったのか。それでか。そしたらこれ伸ばして、あんまり長すぎてもあれか。ただこれ、今後、20両編成とかにしていこうとすると、これも長くしないといけないのか。さすがに20両は長すぎるのか。どうなんだまあいいか、とりあえずこれでやってみましょう。これでとりあえずぶつかっていた列車は取り除いて、ここできちんと折り返しができるかどうかだけ見たいところですか。あ、これで大丈夫そうですね。よし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 。さあ、そしたらまた夜のうちに置き直して、あ、そして今度こっち側に入ってますね。あ、あとここの終点の富士見駅のところは、あれか、この4番ホームでは下車だけにする必要があるか、乗客対応。これで、また1日回してみましょうか。これでしっかり回るかどうか。そしてあとここの富士見駅を出発するのが27番の列車。この27番がこの1日動くとどこまで行けるのかというのも見ていきましょう。さっき回した時は途中でいろんな連車が突っかかったりしていたので正確に測ることができなかったんですが、今
回はうまいこととりあえずは回っていっているかな。ここで少し間が空きますね。これはなんだ。全部の駅に列車を配置したんですが、あ、これか。ここの引き上げ線のところに入って折り返しをするときに向こうに行ってそして戻ってくる。これがちょうど一駅分ぐらいの感覚なのか。なるほど。それでその前が空いちゃうのか。あー、なるほど。前が空くというか、一番最初にここに設置していた電車とその一つ前の駅の左側に配置していた電車の間に一つ空く感じか。そうかそうかそうか、なるほど。さあ、そして27番がこちら新都心駅に戻ってきたのが17時頃。6時に出発して11時間ぐらいかかったのか。往復で11時間。さあ、そして現在時刻が22時をちょうど今回ったところで、こちらに着いて、あれ22時回ってもまだ、あれ終電は、あ、待って、こっち24時になってるぞ終電、なぜだただちょうどさっきの感じだと22時で、ここに着いて終わりという感じっぽかったですよね。これ最初デフォルトだと24時になってるんでしたっけ。それでかな。そしたら他の駅も24時ですね。24時とかでもいいのか、これだけ混んでいる路線なら。ただまあとりあえずはこれで22時終電で組んでみましょうか。そうしたら始発の前にここの終点の富士見駅のところ、ここに一駅分の間隔で電車が開くので、ここに快速列車を置いてみましょうか。で、これ自分が今までいろんな駅を通過していく列車のことを急行とか特急とか言っていたせいでちょっと混乱させてしまっていましたが、私鉄の特急のイメージでずっと言っていたんですね。私鉄の特急だと、こういう各駅停車の列車とほとんど同じ列車を使っていることが多いとのことなので、こちらも4万系をもう一個買いましょうか。で、今まで自分が特急とか言っていたんですが、それは JR では特急というとこの、前回自分がこっちで見たこの特急列車、この特急の乗車券を買って乗っていく列車のことになるそうなので、私鉄の特急とか急行とはもう全く意味合いが違うそうなんですよね。で、自分それ全く知らずに私鉄のイメージで特急とか言っていましたが、 JR でいうところの快速ですね。快速電車で、ちょっと色変えるか、 D5 ちょっと淡い緑色にして、で、この32番はこう直進で、この駅通過していって、そしてこちらは止まる。で、この工業団地駅もここは止まって、そしてこっちの東平駅、ここは通過していく。そして最後のこちらの新都心駅も止まって、ちょっとこれで見てみましょうか。さあ、こちら朝6時になって、こちら32番の快速列車が走っていく。まずはここを通過して、そして今度こちらの新しいターミナル駅に着いて、そしてこちらの工業団地駅、ここもまっすぐ入ってこれ止まる。そしてこちら東平駅は通過していく。そしてこちらの新都心駅に着いて、あれ、ちょっと待って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 、そうか、新都心駅で折り返しにするの忘れてた。で、今ここを出発した26番が満員で、この東平駅を出発した28番27番、この辺りはお客さん減ってるのか。そしてこちら23番30番、あたりこちらの工業団地駅を出発した電車も、乗客数減っているので、そしたらこちら日中の時間はずっと待機していてもいいのか。日中は運行本数を減らすという感じで、で、駅に待機しているか、それかこっちの車庫に入ってもいいのか。この車庫に止まって、そしてまた夕方のラッシュ時になったらもう一本多く走らせるという感じでもいいか。もう一本というか、結構この昼間の時間帯は休みの電車を増やしちゃってもいいのか。で、同じようにそれをこっちの富士見駅の終点のところでやってもいい。これで日中は本数を新都心駅と富士見駅の方で本数減らして、そして夕方になったらまたそこから出発させていく
という感じでちょっとダイヤ組んでみましょうか。で、かなり時間かかると思いますので、ちょっとここで完成まで時間を飛ばしましょう。うまく完成できるかどうかわかんないけど。まあ、やることとしては、こちらの駅に来た後、ここら辺かな？ここら辺に車庫を作って、日中にこちらの新都心駅と富士見駅に来た列車は車庫に入れるという設定をやっていくことにします。ではそちらちょっと裏でやっていきたいと思います。やっと終わった。これでこちら富士見線のダイヤ設定完了しました。いやもうすんごい時間かかった。最初こちらの列車を全部の駅に配置して、それで少しずつ微調整していけばすぐに終わるかなと思っていたんですが、ちょっとね、微調整どころでは済まないというのが実際やってみて分かって。こういう車庫に入れたりとか、あと、ここにも新しく車庫を作って、で、あと日中にこういう駅のところに退避させて本数を減らすというのも、ちょっとここに入っていく時のタイミングとかを微調整でやっていくのはかなり難しかったので、もう一本一本、この個別発車でダイヤ組んでとかそういう感じでやったので、とんでもない時間がかかってしまいました。で、こちら動画の更新もかなり時間がかかってしまってすみません。これでようやく終わりました。そしたらちょっとこちら走らせてみましょうか。今こちら時間が、深夜2時なんですが、ちょっとこれ時間の移り変わりがわかるようにこちら色彩変化オンにして、これで見ていってみましょうか。さあ、こちらまだ夜が明けきらないうちに列車が出発していっています。これかなり早めに出発しないと車庫から遠い駅に着くのがすごく遅くなってしまうので、かなり早めに出発していっています。そしてそれぞれの列車がこうして走っていっているという感じですね。さあ、そしてこちらが東平駅の方、この辺りも快速電車が真ん中の線路を走ってこう通過していく。そしてあとこちらの工場前駅、こちらの車庫のところに日中は列車を止めて本数を減らしています。今こちら入っていきましたね、一つ。こういうところの微調整が相当時間かかりましたが、こんな感じで日中は本数を減らしつつ運行していく。で、これがまた夕方頃になったら、ここから出発していくという感じですね。で、今もう一つここの引き上げ線に入ってこちらの線路に入っていく。で、一度は消したこちらの、この右側の車庫とこっち側の線路をつなげるこの線路ですが、今度夕方になって本数をまた増やすときに東平駅の方に行きたい列車が、ちょっとここだと、なかなかこの分岐が激しくて向こうの方とぶつかってしまったりするので、それで今ちょっとあれ大丈夫か、少しなんか突っかかったように見えたけど、なのでこちらから出発すれば東平駅の方にすぐ出られるようにしています。さあ、これで夕方頃になるとこちらから出発して、そしてこちら東平駅の方に行くという感じですね。さあ、そしてこちらが新都心駅の方、ちょっとこちら富士見線のダイヤ設定だけで相当時間がかかってしまったので、こっちの三里線とか、あとここから北の台の方に行く列車をまだ設定していないんですが、とりあえずここでもう一本動画をまとめてしまおうと思ったので、とりあえず富士見線だけはダイヤを設定し終わったというところです。さあ、これで現在時刻が21時半を回ったところ、もうそろそろ終電で、車庫に入っていく列車が出てくるかな。この24番各駅停車がこちらに止まって、そしてここで下車だけをして、そしてこちらの車庫に入っていきますね。よし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 。で、終電が10時までだけだとさすがに早すぎるかなと思ったので、何本かまだ少し動いている感じですね。そして深夜0時を回ったところで向こうの快速電車がこちらにやってくる。あの東平駅を通過して、そしてこちら新都心駅にやってきて、さあ、そしてここで折り返してこちらの車庫に入っていくというところ。よし。
さあそしてこちらの東平駅の方もこの各駅停車のこの快速通過待ちとかも、ちょっとやってみました。まあ無理やりやったわけではないんですが、こうすると割とスムーズに回るところがあったのでこうしたりしています。あとはどこだったかな、このターミナル駅、新しく作ったターミナル駅のところで、快速電車の待ち合わせとかもどこかの時間帯で発生しています。さあそしてこちらで、夜になってこの車庫に入ってくる列車も出てくる。であとさっきこちらから、来た手前側から来たこの隣町にも列車を走らせています。さあこれで夜になってこちらの富士見駅の車庫のところに列車が次々と帰ってきています。あとはこちら工場駅の方の車庫にも車が止まってますね。結局左側の列車、この車庫あんまり使ってないけど、まあいっか、とりあえず置いておきましょう。さあこれで朝になるとこちら引き上げ線を使ってこの工場駅の方に始発電車が配置されていく。これでまた一日が始まっていくという感じですね。でさっきもちょっと言いましたけれども、こちらの三郷線の方がまだダイヤの設定全くやってなくて電車も置いていない状態なので、次回はこちら三郷線とあとこの北の台へ続く列車を、ダイヤ組んでいってみましょうか。で今まではこの三郷線を走る、キハ58系とこっちの北の台に行く列車を連結させて、そして富士見線の方に走らせていましたけど、多分今これ結構もう過密ダイヤになっているのと、あと速度が違うんですよね。この4万系の列車と速度が違うので、こっちの方に走らせると余計に変な感じになってしまうと思いますので、もうこっち側の富士見線は全部4万系に任せて、キハ58系はこちらの36線の三郷駅と、そしてこちらの北の台の方を連絡するだけにしましょうか。そうなると連結とかがもしかしたら必要なくなっちゃうかもしれないけど、ちょっとそれでやっていきましょう。であとちょっとこちらの工業団地駅、ここで夜のうちに貨物列車を走らせるのもいいのではというコメントをいただきまして、確かにこれせっかく工業団地駅ですから、ここに工場を作って、そして貨物駅を走らせて、こっちの方に資材を運んでいくというのも良さそうですね。さあというところで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。